どうも、セイラです。いつもコメントやグッドボタンありがとうございます。今回の動画では、余裕のある大人になる方法について解説していこうと思います。日常生きていれば、必ずイライラすることってあるし、自分のキャパを超えた問題にわたわたしてしまうこともあったりすると思います。僕は結構そういうタイプで、以前はよく何か問題が起こったら、うわぁどうすればいいんだろうみたいな感じになっちゃって、不安で全然動けなくなってしまったりとか、他人のことを全然見れずに自分勝手な振る舞いをしてしまっていたんですよね。でも最近はそういうことも少しずつ減ってきてて、だんだんと余裕を持って問題を認識して解決するっていうことができるようになってきたんですよ。そのために何をしていくのが大事なのか、日々やった方がいいことって何なのかっていうことを今回は話していきたいなと思います。この話を聞くだけで今自分が抱えている問題との向き合い方が変わって心が楽になったり解決策が見えてくるんじゃないかなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。まず自分に余裕がない人に一体何が起こっているのかということを考えていきましょう。あなたも普段自分に余裕がなくなる瞬間ってあると思うんですけど、そんな時って自分がどういう状態になっているかっていうのが把握できていないんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。実は心に余裕がなくなっている時って視野が狭くなっている時なんですよ。僕は結構いろんな方の相談を自分のコミュニティ内で聞いているので実感としてわかるんですけど、悩んでいる人の 99% は視点が一つに凝り固まっているって状態になっているんですね。どういうことかと言いますと、例えばあなたの目の前の人があなたに対してあからさまな無視をしてきたとしますよね。その時大体それに悩んでしまう人ってきっと私は嫌われたんだみたいな感じで認識するんですよ。でその私は嫌われているっていう捉え方を軸として考えを膨らませていってしまうんですよね。相手がちょっと咳払いをしただけなのに私に不満があるんじゃないのかなって考えてしまったりとか、相手が誰かとね小さい声で話し合っているのを見たらきっと自分のことを言ってるに違いないっていうふうに被害妄想をしてしまったりするわけなんですよ。この時自分の中で何が起こっているのかっていうと、一つの視点以外が見えなくなっているっていうことなんですね。もう私を嫌っているに違いないっていう視点以外のものが見えなくなっているんですよ。だから思考が凝り固まってしまってどうすればいいんだろうってなってしまうわけなんですね。でも実際はもっとたくさんの視点があり、物を見る角度があるわけで、自分が無視されたって状態なのであれば、無視をさせた自分の振る舞いを振り返って反省しようみたいな角度もあるし、そもそも相手はどんな心境だったのかな、疲れていたんじゃないかなっていうような相手を見るっていう視点もあるわけですよね。そうやっていろんな視点で物事を観察するっていうことができるようになるわけですよ。視野が広くなっていくと。でも悩みが解決せずに余裕がなくなっていく人っていうのは、それができずに自分の中に癖づいている一つの視点だけでその状況を判断してしまうんですよ。だから問題が解決していかないわけです。車ってあるじゃないですか。車が生まれた瞬間って視点を凝り固めなかったからできたんですよね。だってそれまではいかに速い馬を産むかとか育てるかみたいなことしかみんな考えてなかったわけですよ。つまり、どれだけ速くて乗りやすい動物を手に入れるかっていう視点でしか、みんな乗り物というものを考えていなかったわけですよ。でも、車を発明した人はその視点を抜け出して、速い乗り物は別に動物じゃなくてもいいんじゃないっていうふうに考えたわけですよね。その結果、車というものが生まれたわけです。自分の悩みもこれと同じなんですよ。自分に余裕がない人って、自分が見ている世界だけで正解を探そうとしてしまいます。だから答えが出ずにどうしたらいいんだってなってしまうわけなんですよね。僕も一時期よりはマシになったとはいえ、まだまだこれはやってしまってて、自分の中で勝手に深刻に考えて勝手に悩んでエネルギーなくなって被害者ぶってる状態になってしまうんですよ。そういう時って共通して視野が狭くなってしまってます。でも人に相談した瞬間に、いやそもそもさ、ここを考える必要ってなくない？みたいな感じで自分の視点の外側から意見をもらえるので、確かにってなって視野が戻ってきたりするんですよね。だからとにかく余裕がなくなった時は人に相談するっていうのが一番なんですけど、とは言っても相談したいと思えるほどの人がいないとか、常に人に聞いてたらキリないじゃんみたいな意見も当然あると思うんですね。なので僕が常に視野が狭くなった時に実践していることを紹介していきます。僕が視野を戻すためにしていること、それはとにかく書き出すっていうことです。
人は基本的に悩んでいる時って自分の頭がごちゃごちゃなんですよ。自分は具体的に何に悩んでいて、どうしたくて、どうしてほしいのか、何に悩んでいるのか、何を望んでいるのか、全部ぼやっとしてるんですね。だからふわっとした全体像だけを見て手詰まってしまったってなるわけですよ。部屋を片付ける時とかもそうですけど、ドアをガラッて開けた瞬間に部屋が散らかっていたら、なんとなくうわもうこんなの終わらないでしょうってなるじゃないですか。でも実際片付けていくと案外すぐに片付け終わったりとか、片付けていく中で結構早く終わるんじゃないって思っていたりするわけですよね。じゃあなんで見た瞬間に終わらない、嫌だって思ってしまうのかっていうと、どこに何があるかわからないからなんですよね。どれだけ時間がかかるかもわからないし、何かどこに置いているのかもわからないし、だから無理かもってなるわけなんですよ。でもそうならないために常に自分の頭の中を整理しておけば、そういった状態にはならないわけですよね。感じたことも学んだことも考え事も問題の解決案も全てノートに書いて見える形にしていくといいんですよ。これだけでかなり自分の頭の中が整理されて、頭の中がクリアになるんですね。そうやって整理された脳内だからこそ問題解決のアイデアって出てくるし、視野を広げていることもできるようになるわけなんですよ。なので自分の視野を広げて、あらゆる視点で物事を見られるようになるためにも書き出していくっていうこと、これを意識していってみてください。ただ問題を広く見ることができても、問題の解決策がそもそも頭の中にデータとして存在していないっていう場合は、そこに成功パターンとかうまくいく方法を入れていかなきゃならないわけですよ。だって知らないことはできないじゃないですか。僕らは何も知らないのに急にそれができるなんてことはないし、全然知識のないことを急に喋れたりすることもないんですよね。必ず喋っていることっていうのは、それまでに自分が経験したことであったりとか学んだことであったりとかっていうことがほとんどなわけですよね。ってかもう全部なんですよ。だって知らない言語って喋れないじゃないですか。宇宙のどこかに星があるとして、その人たちの言葉ってわからないじゃないですか。どうやっても絶対それを発することできないですよね。それと同じなんですよ。ないものっていうのは絶対に生み出せないんですよね。でも知らないことを知っていったらそれができるようになるんですよね。知ってることだからこそできるんですよ。僕たちが普段やってることっていうのは全て知ってることだからできているんですね。だから知っていけばいいってことです、究極的に言うと。でそれはどうしたらいいのかっていうと、それは簡単で、こういう考え方を持っていれば自然と成功パターンを選べるようになるんだよっていうような軸となる考え方が一つあるんですよね。僕の LINE コラムではその考え方をテーマにね、解説していますので、よかったら動画説明欄から無料で参加して読んでみてほしいなと思います。ってことで、今回の動画では余裕のある大人になる方法というテーマでお話しさせていただきました。余裕がある人は視野が広い状態で生きている人であり、余裕がない人は視野が狭くなって一つの視点からしか物事が判断できなくなっているんだよっていう話と、視野を広げていくために自分の脳内を整理していくのが大事だから、紙などに書き出していくのを大事にしようねってことを解説しました。今すぐペンと紙さえあればできると思うので、ぜひやってみてください。ってことで、今回の動画はこの辺で終わりにしておこうと思うんですけど、一応このチャンネルでは毎日自然体で愛される人っていうのを目指していくことをみんなでやっています。現在3万人以上のメンバーと共にですね、学びを深めていっていて、まあ、僕たちはね、そうやって自分たちが幸せになろうっていうよりは、もちろんそれも含めるんですけど、自分たちと自分の周りの人たちのことも幸せにできるような人間になりたいよねっていうことで、共通して同じ目標に向かって歩いていってる、進んでいってるっていう状態なわけですね。つまり自分と関わる人とか自分の大切な人のことも同時にハッピーにしてしまえる、そんな周りを感化していく自分ですよね。そういった自分になっていこうよってことで、みんなで走っていってるって感じです。それを続けてきた結果ですね、結構多くのメンバーから変化の報告っていうのが届くようになっていて、親友ができましたとか、恋人ができましたとか、人がたくさんね、自分の元に集まってきてくれるようになりましたとかですね、まあ、具体的なことちょっと言いづらいんですけど、まあ、そんな感じでこう、人との関わりがすごくね、良くなっていったっていうような変化がすごいコミュニティ内で起こってきていたりもするんですよ。なので、まあ、そういうふうな人たちを増やしていったりとか、そういう人たちがさらにその自分の大事な人たちであったりとか、自分が関わる人たちのことも笑顔にしていけるような、そんな状態を作っていくために、僕はこれからもですね、自分を磨くとか自分の考え方を変えていくっていうことを軸として動画をアップしていこうと思っていますので、僕たちと一緒に進んでいきたいよって方はぜひチャンネル登録をして仲間に入っていただけたらなと思います。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日の動画でお会いしましょう。セラでした。ありがとうございました。